俗日本百名城ナンバー137、福井県福井市にある福井城。福井城は福井平野にあって、阿諏訪川を水堀として利用していた平城。1600年の関ヶ原の戦いの後、徳川家康次男の結城秀康が越前68万石の領地を与えられていた。そして1601年から福井城は築城され、多くの大名が手伝う天下普請で築城工事が進められている。福井城の場所にはもともと柴田勝家が北の庄城を築いており、1583年の賤ヶ岳の戦いの後に落城していた。築城当初、福井城には四重天守が建てられていて、審判大名の亭主として名古屋城に次ぐ規模を誇っていたという。江戸時代を通して越前松平家が福井を治めていく。現在の城跡では内堀や石垣、天守台のほか、福井の地名の由来になったと伝わる福の井という井戸などを見ることができる。また五郎岡橋と山里口御門が復元されている。